今回は、カタクリ VS ルフィを見た読者について紹介します。ではどうぞ。無料が面白かったので最新巻まで読んだんだけど、このお兄ちゃんとの戦いが一番ベストバウトでした。ルフィさんが自分から勝ちたいって挑むのいいよね。戦うこと自体が目的になったルフィさん、これが初めてじゃない？2年間の修行だけじゃ叶わない相手が増えたから、仲間を守るためにさらなる力をつけたいっていいよね。基本的に邪魔する奴をぶっ飛ばしてきただけだから、あいつに勝ちたいってのはなかなか珍しいね。持ちってネタみたいな能力がゴムの上位互換だったという。能力似ててしかも格上との戦いだもんね。いいよね。片栗兄さん本当に好き。勝たせてもらった感じあるけど。決め手で言ったら槍で腹裂いたところになるのかな。切腹なかったら普通に負けるよね。すなら今でも勝てなさそう。ルフィの技をことごとく真似して、上位版繰り出してくるのはなかなか脅威だった。いろいろ終わったら元気な時にまた戦ってほしい。負けたのに嬉しそうな片栗がまたいいんだ。勝ちの譲り方がかっこよすぎたから許すよ。なんかあんまり片栗に負けてほしくなかったので、偶然勝ちを拾えたけど怠慢だとまだまだ実力差がありそうな感じの決着はむしろ良かった。勝ちを譲ってもらった感はあるけど、もう心意気の領域だからな。もう答えた。いいよね。随分未来を見てやがる。倒れる寸前の随分未来を見てやがるもいいよね。未来が見えるって触れ込みで実際にめちゃくちゃそれを活かしてくる相手に認められた感がすごい。随分先を見据えてやがるが名シーンすぎる。未来読めるだけじゃなく全てが圧倒的に高レベルのお兄ちゃん。片栗の未来予知なんかよりもっと先を見てたのが勝因ってのはめちゃかっこいいと思った。片栗はキャラの作りも良すぎるのがずるい。帽子を口に添えるルフィさんが行きすぎる。正直若戦で出した時のギア4はあんまり馴染まなかったけど片栗戦で好きになれた。妹の騙し討ちを謝罪する片栗と海賊の戦いに卑怯も何もないと返すルフィのやりとりも好き。ルフィさんも枝さらって逃げてたもんな。ブリュレをとことん利用するルフィさん好き。兄弟内でも片栗兄貴の強さをみんな疑ってないのがいいよね。上位互換みたいな能力で完全に格上の存在なのに認めてくれるのめっちゃかっこいいよね。大抵神経体出したら後は無双なんだが片栗はむちゃくちゃ食らいついてくるのがまたいい。スネークマンに惑わされるもすぐ見抜くのさすがすぎる。出だしがクラッカーだから今回の敵は本当に格が違う感出てたよね。この戦いのルフィさん冷静で IQ 高めだよね。パワー勝負だと当たらなから対人間により特化したスピード手数に切り替えたあたり本気度が違う。10億の男に勝ちたい。こういう戦闘動機は意外と珍しいんだよな。戦闘後の枝との会話シーンがいい。見聞色の覇気を極めすぎて少し先の未来が見えるって最初のキャラ紹介からしていかす。気づけばルフィを認めてきてるのが一気に感情爆発すんのたまらん。相手を格上と認めて超えたいっていうのがいいよね。初めて出てきた時からかっこよさの塊だったからなこのお兄ちゃん。かっこよさの方向性が変わって、なおかっこいい男。同格に思われて嬉しいありがとう。テルフィが言う相手はおそらくシャンクスくらいか。本当に最高だから困る。微妙なるサクサクおやつといい、パワーワードが多い。俺は海賊王になる男だって決め台詞を未来につなげる返しもかっこよすぎる。兄弟が片栗が負けるわけねえ。っていうの好き。めっちゃショック受けまくっている兄弟や参加たちのリアクションいいよね。特にオーブンがその事実にぶち切れてるのもいい。うましドーナツの顔すごいんだけどあれを恥だと思ってるのが家族のためで自分は正直どうでもいいのかっこよすぎかよ。うましドーナツした時は急にこっちのレベルまで下がってきたなって感じだったけどその後もずっとかっこよくてこれは頼れるお兄ちゃん。ちょっと勝てそうだなって思いきや普通に冷静になって対応してきてやっぱこれ勝てるの？ってなった。クソ妹の横槍と片栗が武人タイプでなかったらやっぱこれ勝てなかったなってなった。ガイアがうるせえな。どうせ立ってられねえよ。穴まで美味しドーナツという本当にドーナツ好きと思うしかない表現。ドーナツ食べてるシーンは可愛さもあるのであざといですよ片栗兄さん。万国編はいろんなキャラに見せ場があった名エピソード。片栗兄さん大好きだしなんならラストで枝も大好きになる。マム編は全体的にほんとよく生きて出られたなって毎週ハラハラしてたよ。キャラも戦いも良かったし決着のつけ方も良い落としどころだったと思う。全体的にクオリティ高い上にボス戦がお兄ちゃんという最高の戦いだったのがマム編好きすぎる。無料公開分からここまで買って読んだけど熱すぎない？いいよね片栗さん。片栗さんはルフィ大好きすぎる。ドーナツうまし、はかっこ悪いシーンだから顔の輪郭さえだるんと書かれてるけどここら辺かっこよく書きすぎる。
ルフィが珍しく勝ちたいて純粋になってるのもいいんだ。ルフィとしては意外と珍しいよね。あいつを超えたいって理由で戦うの。相手をリスペクトする勝負って基本ゾロの担当だからルフィでやるのは新鮮だったな。ここのクソ妹がいるから本当の妹萌えが尊いんだ。決着のところは随分未来を見てやがるも帽子でお兄ちゃんの口元隠すのも最高の妹も最高すぎてマム放置せざるを得なくなってることとか割とどうでもよくなった。未来予知同士のセリフ回しがすごい好き。互いの予知で意味不明になってるとことか。手加減というか相手に合わせてくれるっぷりからして、ルフィはまだ10億クラスには届いてないんだろうな。腹刺すのなかったら多分勝てなかったけど片栗はあれがかなり好き。お互いの顔映してるの鏡だって今気がついたよ。片栗の戦闘スタイルがどれもかっこいい。てかわざわざ持ち人間ってゴム人間の対比で書いてるからかっこよく書くのは当たり前だろう。スネークマンもかっこいいよね。片栗は割とマジでワンピ人気持ち直したと言っても過言じゃない悪役だからな。クラッカーの強さから風向きが変わって片栗登場で一気に湧き上がった印象。片栗戦はこの後の方がいい。この後の先読み会話とかすごいかっこいい。予知能力を見聞色の覇気で形で自然と出せたのはうまいなって思う。覇気ならルフィが追いついたとしても違和感ないわけで。割とというか一番好きかもしれない。片栗戦はすごい良かったよ。前編通してもトップクラスに好き。お兄ちゃんも否定してないのがほんと好き。無謀だけど未だに折れないでいられるのはすごい。片栗戦はアニメもかっこよかった。無茶な夢とかじゃなく随分未来って言ってくれるのいい。未来が見える男より未来を見据えてるのいいよね。昔のルフィならもちろんだじゃなくて当たり前だって言いそう。この後片栗の口元を隠すのがまたいい。背中から倒れる片栗や口元隠すルフィさんにお互いへの敬意感じられて好きなんすよ。この後帽子かぶせてあげるのもいいよね。何が何でも背中を地面につけないようにしてるシャーロット家の自警としての片栗もいいけど、そういうのを金繰り捨てて一人の男としてルフィの前に立ちふさがるのいいよね。上着バサって捨てるところ大好き。あくまで敵だから戦ったわけだけど立場違えば割と話は合いそう。背中が地面につきそうになったからって頭を地面に打ちつけることでそれを回避するお兄ちゃん気真面目すぎる。何やっても即座にそれを上回ってくる片栗戦は勝てたのが不思議なぐらいきつかった。吹き矢の剣のけじめなかったら時間間に合わなくて実質負けだったね。技の名前は結構ふざけてるのにシャレにならないぐらいみたいに強い。無双ドーナツってなんだよ、餅じゃないのかよ。ぶっちゃけ改めて再戦してもルフィが勝てる気がしない。それくらい強敵だった。基本的に真っ向勝負するとほぼ上位互換だからな片栗。いやゴムの上位が持ちってどうなんだとは思うが、実の能力が上位互換なんじゃなくて鍛え上げた本人の実力が上位なのがいいんだ。新技披露したのに形勢逆転しない当たり対応力が高すぎる。ルフィが勝てたのは見聞色の強さじゃなくてもっと先を見てたからって勝因がとても好き。ワンピースにしては珍しくほぼ二人きりで戦うからうるさいガイアもいないのよね。ガイアがうるせえな。うるさいガイアを黙らせる時の二人が最高だよね。ガイアがうるせえなは下手したらワンピースで一番好きなシーンかもしれない。ルフィにとった片栗を超えたいって思いは他の相手とは違ったよね。今後四皇と戦う前のルフィさんにとって最高の超えるべき壁だったと思う。